ランキングダイナマイト。 NASA が火星で撮影した奇妙なものトップ5。第5位、人面岩。火星には風量石など奇妙な岩がたくさんあるが、この岩は人の顔のように見える珍しい岩だ。これは2010年に撮影されたもので、顔にはヒゲが生えているように見える。古代に存在した生命体が肖像を彫ったものだというものもいるが、逆さまにしてみるとただの岩だということがわかる。第4位、浮かんだスプーン。もし火星でスプーンが見つかったとしたら、それを使う生物もいるということになる。これは2015年9月 NASA によって撮影された火星の丘の写真だ。真ん中あたりに茶色のスプーンが浮かんでいるように見える。もちろんこれはスプーンではなく、風によって削られた石がスプーンのように見えているだけだ。このような石を風量石という。地球でも稀に人工物のように見える風量石が世間を騒がせている。第3位、火星人。これは2007年に NASA の火星探査機ローバーから送られてきた写真だ。人間の女性のような形をしたものが岩の上に座り、右手を膝の上に乗せて伸ばしているように見える。ただの岩だと言ってしまえばおしまいだが、少し他の岩とは質感や色が違うように見える。もしかしたら人間のような生命体が存在するのかもしれない。第2位、火星ガニ。火星探査機キュリオシティが撮影したこの写真の中には、生き物のようなものが写っている。一見するとカニのような生物だが、よく見ると少し違う。まるで顔に張り付くエイリアンの妖精のような見た目だ。かつて火星に水があったことは確実だと言われているため、もしかしたらその時代のカニの化石かもしれない。第1位、火星のピラミッド。これは2015年5月、火星探査機キュリオシティから送られてきた写真である。どこから見てもエジプトにあるピラミッドと同じような建造物に見える。さらに火星上空から捉えた写真にピラミッドのようなものが写っている。かつて火星にいた生命体がピラミッドを作り、それを地球人にも教えたのだろうか。もっと火星の調査が進めば事実が明らかになるだろうが、現時点では真実は誰にもわからない。じゃんけんタイム。最初はダイナマイト。じゃんけんグー。この動画をご覧のあなたにおすすめの動画です。チャンネル登録をお願いいたします。ランキングダイナマイト。